巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何も何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。伝えたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に裏を巻いてくれて。ありがとう。そんなもん、何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。座標が最悪の奴の手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。何が起きてやがる。巨人がライナーに向かっていきやがった。分からないけど、撤退するなら今しかない。逃げるには馬が必要だ。私が用意してくる。その間ここでイエガーを死しろ。エレンをこのまま返すことはできん。ここで蹴りをつけてやる。倒した。行く。よし。あの縁談、助けが必要だな。よし。次だ。ジモス。どんどん巨人が降ってきやがる。死にたくない。とにかく倒すしかないですよ。準備はまだみたいだ。何とかして持ちこたえないと。ユミル、
なんだか不思議なんだけど、あなたといればどんな世界でも怖くないや。片付けろ。任せた。このままじゃガスも刃も尽きる。拠点を設営するから護衛をお願い。じゃいつか押し切られる。やってきやがった。そんな、他の巨人からエレンを守るので精一杯なのに。もう少しで馬の準備が完了する。あと少し踏ん張ってくれ。ダンス、この縁談、助けが必要だな。刃も残り少ない。私が拠点を設営する。援護してくれ。ライナー、こんなことして何がしたいんだ。おい、答えろよ。ジャン、もう無理だ。この状況じゃライナーを倒すしかないんだ。できるやつとは思ってたが、これほどとは。これから邪魔になるかもしれねえ。よし、どうもした。世話になったな。これで補給が可能になったぞ。ライナーを止めるのに僕に何ができる。何をすればこの状況を変えられる。しつこいやつだ。いい加減に諦めやがれ。3年間苦楽を共にした仲だろう。よくも俺たちの前で平然としていられたもんだ。今の俺は戦士だ。どんな手を使ってでも目的を果たしてみせる。よっ、
ができたみたいだ。エレンたちを連れてすぐ離脱するぞ。その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。